はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、必殺の秘伝書のお宝2ページ集まりました。残り6色集めていきます。今日はですね、どこのステージでお宝落ちやすいのか、集めやすいのか、ちょっとねそのあたり見ていきたいなと思います。一応公式の情報だと、ウィスパーの情報によるとね、奥のステージほどお宝が出やすいらしいっていうことなんで、まあ本当か嘘か分かりませんけども、いろいろ試していきます。さあ、それではステージ1のプニコやっていきます。パーティーはこんな感じ。夏木入れます。結構ねこのステージ1やってる人多いんだよね。だからステージ1を高速で周回していくのがいいのか、まあ奥のステージをやり込んでいくのがいいかだよね。あとここのステージのいいのはね、このプニコ、こちらが仲間にできる、まあ A ランクの回復というだけあって、まあ結構ね回復妖怪あまり揃っていない人はこれはちょっとねおすすめというかいいよね。まあ見た目可愛いしね、まあそれだけでもなんかやる価値あるかなっていうね気はするね。さあ、このステージ1なんで結構ね簡単に倒せてしまいます。なのでちょっと弱めのね夏木妖怪入れました。まあもっとね強い妖怪持っている人はまあランク Z の妖怪とかねを入れてやるともっとね高速で周回することができます。あとはお宝のドロップ率がどんな感じかだよね。さあ、長くつなげてフィーバータイム持ち込みました。さあ、攻撃力アップ、そしてゴク土の子、ゴク土の子はねスキルで獲得 Y ポイントアップ、これがね常に5ポイントあるんで、まあ持っているのであれば入れた方が、まあ、Y ポイントは稼げるよね。さあ、夏木かけまくっていきます。さあ、フィニッシュ。お宝カモン、おー、こっち来たか。まあ嬉しいよね。でもね、やったぜ。そして Y ポイントは9ポイントですね。さあ、プニコ友達になりました。 A ランク、技レベル上げていく、落としまくりだ。だからここ周回している人は落としまくりで上がるよね。お、これはアイテム来たよ。さあ、長くつなげてフィーバータイム。さあ、できればねこのプニコとお宝同時に落ちてくれたらもう最高じゃないか。どうなんだろうね。ウィスパーの情報だと奥のステージに行くほど落ちやすいんで、やっぱりステージ1はね一番落ちにくいっていう風になるよね。まあその差がねどれぐらいあるかっていうのはちょっとよく分かりませんけども、まあでもできれば妖怪が仲間にできるステージでやった方がテンション上がるよね。おお、また来た。ボスステージだとね妖怪が仲間にできないっていうのがあるんで、ちょっとね厳しいっていうかね。さあ、9ポイント Y ポイントもでもあんま稼げないなこのステージ1。さあ、プニコ友達になりました。 A ランク、やったぜ。技レベル3まで来ました。隠しステージ、これどうなのっていう気はするよね。ちょっと隠しステージは別格だよね。さあ、こんなパーティーでいきましょうか。夏木やっぱりね入れていきます。さあ、カラクリ弁慶、こちらもできればねたくさん仲間にしたい。まあ、奥のステージに行けば行くほど、まあ、落ちやすくなるんですけども、ちょっと隠しステージだけはね別格な気がする。ちょっとこれねまだ5区まで行ってないんですけども、落ちやすいのかな。ステージの難易度的にはねそこそこ難しくなってるんで、まあちょっとね期待したいと思います。そして何よりこのカラクリ弁慶がねやっぱり欲しいよね。まあできればねたくさん落として技レベルねガンガン上げていきたいなと思います。だからバランス的にはね覚醒赤鬼のスコアアップで、
まあ、ワインマネーも稼ぎつつ、夏希2体入れて、まあ、妖怪も落としつつっていう感じかな。やっぱりワイポイント、ワイマネーも稼ぎたいし、妖怪も落としたい、お宝も落としたいっていうね。さあ、今回どうですか皆さん、お宝集めどんな感じでしょうか。なかなかね、なかなか落ちないというか、そして横取りチケットのね、入手方法が限られてるんで、あの武道会みたいに、あの優勝した時にゲットできるっていうのがないんで、その分ね、ちょっと横取りを、お、来ました。横取りをね、ちょっと仕掛けにくい、まあそんな感じだよね。まあ逆に言えば横取りもありモードでやっている人は横取りされにくいっていうのもあるんですけども、21ポイント。さあ、からくり弁慶友達になりました。さあ、技レベル3まで、もう少し。さあ、ここのステージはまあまあワイポイントも稼げるし、まあ妖怪も仲間にできるんで、まあいい感じではあるね。さあ、スコアアップ。そして極土の子。さあ、ワンフィーバーで行くっていう感じだね。さあ、好物与えましょう、エビチリ。そしてもう一回ジェントルマン打ちたい。おっと、打てない、フィニッシュ。お、お宝来たよ。さあ、必殺の秘伝書のページ黄色来ました。21ポイント。さあ、これで3ページ目。それではプニキュービのステージやっていきましょう。ボスステージ、蝶のボスステージだね。さあ、プニキュービ、こいつは持ってんじゃね。さあ、使う妖怪こちら、覚醒赤鬼、スコアアップ。そしてプニプニ工場長、攻撃力アッププラスデカプニを作る。そしてリンネ、アタッカー。そして極土の子。そしてひょうへんな、回復プラス攻撃力アップ。ちょっとね、ひょうへんなはあの育てたいんで、妖怪レベルを上げたいんで、このワイマネー稼ぎパーティーに入れました。これで妖怪も育てつつ、まあワイマネーもそこそこ稼げる、まあ、そんなねパーティーでやっていきます。さあ、まずはね、技ゲージ貯めていきます。やっぱりね、このカチカチモードやりにくいよね慣れてもやりにくい。あの普段のあのプニプニがいかにやりやすかったかってのが分かるね。まあ、どうなんだろう、まあ、慣れちゃえば一緒なのかな。なんかね、つなげにくいんだよね。さあ、まずは技ゲージ貯めていく。さあ、フィーバータイム入りました。さあ、打っていきましょうか。若干ね、工場長溜まっていませんけども、リンネ、やっぱリンネは強いよね。さあ、工場長で膨らめる。そして極土。さあ、ワンフィーバーでいけるかな。まあこのステージは、まあ、極のステージが難しくて倒せないっていう人、おっと何か落ちたけど違うぞ。極のステージがね、難しいっていう人は、この蝶のステージのね、ボスもありなんじゃないかと思います。さあ、レベルアップ、19ポイント。あんまり稼げないね。さあ、またパーティーはね、変更します。さあ、ステージ36ですね。カンペちゃん、こちらレア妖怪のね、ザンバラ等が出てきます。じゃあどうなんだ、このレア妖怪お宝落とすのか。まあ、このステージはね、3体ステージなんで、これもね、ちょっとよく分かりませんけども、まあ、敵が1体のステージより2体のステージ、2体のステージよりやっぱり3体のステージの方が
お宝を落とすねチャンスはまあ一見増えそうだよね、やっぱりね3体ステージ、まあ、もしかしたらねお宝3つ落ちるかもしれないまあ、まだ今のところ ねそれは見たことありませんけども、まあ、そういう可能性もあるんでちょっとね3体ステージ5区のステージの3体ステージは、まあ、ワンチャンありそうな、ね、気がします。そして、まあ、運が良ければこのレア妖怪のザンバラ塔がね仲間にできる。このザンバラ塔もねたくさん落として技レベル上げておきたいよね。さあフィーバータイム。さあリンネ大量プニ消し、そしてナツキかけていきます。さあ工場長、そしてチョコリーナ、さあゴーク土の子、このなんかデカプニを作った時のプニの動きがねこのカチカチモードおかしい、なんか吹っ飛んでる。お、お宝来たよね。ここもありなんじゃない。しかし必殺の秘伝書のページ黄色、色かぶりが若干激しい。そして21ポイント、なかなかページ進みません。それではステージ45、まあね一番奥のステージなんで、まあ、ウィスパーの情報によればここが一番落ちやすいということで、結構バガバガ落ちるんじゃねっていうね気がする。そして使っている妖怪なんですけども、赤招きと白駒使っていきます。これは違う国同士なんだけどつなげることができる。そしてトリビアもね離れている国がつなげやすいということで、ちょっとねこのカチカチモードプニがつなげにくいので、なるべくねつなげやすいプニの組み合わせをね選んでやった方がなんか高速で周回できるようなね気がします。僕としてはねこの赤招きと白駒が非常におすすめ。赤招きで攻撃力アップしておいて、まあ、白駒打ち込んでやれば、まあ、ほぼほぼワンパンできるしね。さあ赤招きで攻撃力アップ、白駒、まあ、あとはね適当な妖怪のね必殺技をどんどん打ち込んでいく。さあここのステージは妖怪はドロップしないんで、もうお宝のみ、お宝集めのみに専念するっていう感じ。お、来たよ来たよ、いい感じ。やっぱりステージ45が一番落ちやすいか。結構ねフレンドもこのステージをね周回している人が多いです。っていうかねほぼほぼこのみんなこのステージやってんだよね。色かぶりか、なかなか進みません。やべえな、秘伝書のお宝集めからこの感じだと最後のお宝相当やばいことになりそうだ。お、これは色かぶり。まだ必殺の秘伝書なんでスキルの秘伝書、そして大神官固いとね進めていかないといけない。紫来たよ、進みません。どうした。まあ言ってもねまだイベント始まった分なんで、まあじっくりね楽しんでいきたいなと思います。黄色が多いよな、なんで。ちょっと時間を空けた方がいいのかな、なんか同じ色ばっかしか来ない。さあトリビア、お、一気にプニが変わった。おう、緑色、確かにお宝はねバカバカ落ちます。お、残り4色まで来ました。これいけるか。なんとかね今日秘伝書はね集めたいなと思っています。早めにね大神官まで行って行きたいなと思います。さあ来てくれよ、違う色のねお宝が来てほしい。さあフィニッシュ、お願いします。お、これはこれは、お、コーヒー牛乳だよ、アイテム来たよ。
25ポイント。